どうも、今日から始めました横浜360度お店紹介ということで、僕のおすすめの横浜のお店を紹介したいと思います。第1回目は、館内にあります夕暮れ食堂うさぎ市というね、カラオケスナックをお届けしたいと思います。さあそれでは早速行ってみましょう。どうもー、どうもー、どうもこんばんは。今日はよろしくお願いします。じゃあすみません、そっち座って。はい、どうも。お疲れお疲れ様です。よろしくね。さあということで、ね、改めて紹介させていただきたいと思います。夕暮れ食堂うさぎ市の、マスターミノールさん。どうも。今日はすみません、僕の、思いつきの、360度お店紹介でね、お店使わせていただきましてありがとうございます。とんでもない、よろしくお願いします。さあということでね、今日はミノルさんにそのインタビューした後に一曲アコースティックライブを、しながらお店の雰囲気を知ってもらおうと思います。ということで、ね、今日お呼びした特別ゲストをご紹介したいと思います。ミュージシャンの3人です。まずはベース、橋本剛くん、お願いします。ギタリスト渡部圭太くん、お願いします。そしてドラム、今日はパーカッションで、歓喜翔くん、お願いします。このメンバーでお送りしたいと思います。さあそれではお店の方を紹介させていただきたいと思います。まずお店入って僕最初に目ついたのが、このたくさん の楽器類なんですけれども、あれポール・マッカートニーのベースですよね。そう、ポール・マッカートニーが使っていたヘフナー社のバイオリンベースっていうやつですよね。ミノルさんといえばビートルズのバンドをされているということで。そうですね、今ねライバーバーズっていうバンドをやってるんだけど、まあ、それの、前のバンドっつっても、その前のバンドのメンバーがほぼ今のライバーバーズなんだけ ど、 その前のバンドで2018年のまあ、イギリスのリバプールっていうのはビートルズの出身地のところに、聖地ですよね、そこに、まあ、ビートルズって世界中にファンがいっぱいいるから、はい、いろんなそのカバーバンドがいっぱいあるのね、でそのカバーバンドがその国の代表のカバーバンドが年に1回そのリバプールに集結する日があるんですか。そう、インターナショナルビートルウィークっていうイベントが毎年8月にあって、はいはい、でそれの2018年度の日本代表バンド、日本代表でその聖地でやるビートルズイベントに出たバンドをやってらっしゃる。そうなんです。そのポール役。そういうことです。このお店でもビートルズ演奏とかされたりするんですか。リクエストをいただければそれにお答えしてやるっていう感じが多いかな。はい、いや何を隠そう、僕今ミノルさんに週1回アコースティックギターを習ってます。そうやってるよね、ギター教室ね。ギター教室もねこちらでやられてますもんね。僕習って3ヶ月で F の壁超えましたから。F のね壁でにさえなまれて、はい、ギター少年を夢見て買って挫折するおじちゃんたちがものすごいと言ってね、多分推定2000万人ぐらいいる。そういう人たちにねもう一回やっぱりギターを手にしてもらって、まあ、そのやってみたいって気持ちがあればね、絶対超えられる壁なんで、それを超えて自分で弾き語りで、まあ、1曲2曲歌えた時のこの喜びといったらもう金には変えられないものなんで。いやだから僕はもうその喜びをミノルさんに習って、いただきましたよ。ぜひ昔ギター少年夢見てた皆さんは、うさぎ市に習いに来てみたらどうですか。酒飲みながらやりますよね。そうですよね。全然キラキラくない感じで。いつも一杯出してくれるんですよ。へえ、そして僕がおすすめしたいのはうさぎ市のおでん。おでん、ぶっちゃけ僕うさぎ市のおでんの大ファンで、おでんだけ食いにお店遊び来たこともありますから、おでんは寒い季節限定なんですか。そうそう、寒い季節限定で、だから今から行くと、まあ、桜が咲いた頃にはもうやめる感じなの。もうね、出汁からめっちゃこだわって作ってるんで、はい、多分その辺のおでん屋よりもうまいと思うよ。いやもうマジでうまいっす。それは食べたい、食べたい。ぜひうさぎ市のおでんも皆さんお召し上がりください。はい、ぜひお待ちしてます。そしてうさぎ市ではね、結構カラオケ好きのお客さんもたくさん集まってね。あ、そうそう、まあ、やっぱカラオケスナックですからね、はいはい、基本的にはお酒飲みながらカラオケ歌いたい人が、まあ、常連さんはほとんど。
本当みんな音楽好きのね、うん、皆さんとこうね、うん、がたくさんいらっしゃるんで、うん、なんかすぐ仲良くなっちゃうんですよね。あ、そうそうね、本当素敵なもんでね、うん、だから音楽って本当共通言語ですよね、うん、それこそビートルズって僕共通言語だなと思ったんですけど、うん、だって僕初めてうさ吉に遊びに来た日に、もともと僕ねハート&ソウルってお店で、はいはい、あのビートルズが好きなマスターがそこもやられてたんで、うん、あの原さん、原さんね、で、うん、僕もあのビートルズのポールパートのハモリとかを覚えさせてもらって、うんうんうん、で遊びに来た時に、うん、あの初めてあじゃあちょっとこれやってみませんって言って、うん、もうすぐハーモニーできたんで、そうね、そのやっぱりビートルズがすごいのはそれなんだよね。そうですよね、うんうん、カラオケのそのハーモニーもそうだし、セッションとかもそうなんで、はい、一回もお手合わせしてない人がじゃこの曲やりましょうかって言ったらせーのでジャンってできたりするんだよね。うん、なんでぜひあのビートルズ好きの人はなおさらおすすめなんで、ぜひ宇佐吉遊びに来てください。はい、お待ちしております。さあということでね、せっかくなんで、お店の雰囲気を360度皆さんこうねツツツとやっていただきながら、うん、ね、今日のスペシャルミュージシャンとともに、アコースティックで1曲お届けしたいと思います。ぜひお聴きください。どうぞ。ワン、ツー、スThank you.
隠してもあなたを愛していたい。いいんじゃん。